皆様こんにちは。今回は100均セリアの購入品を久しぶりにご紹介したいと思います。セリアは一番よく行くので、実は動画にはしていないけどちょこ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 お買い物をしているんですけども、今日はちょっと久しぶりに動画を回してみようと思います。まずはキッチン用品とか食器からご紹介します。こちらマグマットモノトーンっていうマグカップなんですけど、すごい素材がマットでめちゃくちゃ可愛いんですよ。とっても可愛いと思って目について購入したんですけど、1点しかなくて、他のカラーもあるのか分かんないんですけどなかったし、しかもできれば2点は欲しかったんですけど1点しかなくて、でも可愛かったのでまた買えるかなと思って今回とりあえずこちら1点を買ってきました。最近の100均すごい可愛いですよね。そして同じシリーズのスプーンマットモノトーンです。材質がこちらのコップと一緒のストーンウェアという材質です。こんな感じで先にこちらを見つけたんですけど、とっても可愛いなと思って購入しました。なんかスープとか飲むのに良さそうですよね。レンゲとかにも使えそう。あとはお箸、こちらのお箸も購入してみました。こういうプラスチックのお箸なので、もしかしたら使いにくいかなとも思うんですけど、私は無印の木のお箸を使っていて、そのお箸はそのお箸で結構この先端が細くてつかみやすくて好きなんですけど、やっぱり木なので長く使っていると匂いがついてきたり黒くなってきちゃったりするので、ある程度使ったらもう捨てちゃってっていう感じで使っているので、なのでまあこのお箸が使いやすかったらいいなと思って、ちょっとなかなかグレーのお箸って見ないので、私グレー好きなので買ってみました。長さが23センチでちょっと長めなので使いやすそうな気もするんですけどね。あとは息子の練習お箸を購入しました。ちょっとまだお箸は早いんですけど、でもすごくお箸に興味を持っていて、私がお箸で食べると自分もお箸で食べたがるので、全然まだお箸で食べれないんですけど、まあ興味持ってるので持たせてあげようと思って、ザラでもキッズお箸を購入しました。こちらのザラのキッズお箸は、友達のおすすめでこういった指をかけるものより良かったっていう感じで友達が言ってたので、そちらも購入していて、でもこういった指を通すタイプも買ってみました。まあ、私の指は太くて入らないんですけど、下側に薬指、上側に人差し指を入れてこうお箸を練習するそうです。ちょっとねこれはまだまだできないと思うんですけど、興味持ってることなるべくやらせてあげたいので見かけたから買ってみました。あとそう、こちらまたスプーンなんですけど、なんかお皿の角もすくいやすい食べやすいスプーンって書いてあって、すごい変わった形なんですよね。ちょっと先っぽがスクエアになってます。なのでお皿の角まですくいやすいんだと思うんですけど、ちょっと面白いなと思って買ってみました。私も使ってみたいし、ちょっと息子にも使わせてみようかなって思います。息子は今めちゃくちゃ食欲があって、食欲がありすぎて困るぐらいなんですけど、あんまり食べてくれない時とかはこういったスプーンをいつものものから変えるだけで、大人のスプーンとか使わすだけでそれが使いたくてまた食べてくれたりするので、結構食べなくて悩んでるママからのコメントも多くいただくんですけど、ちょっとこういったいろんなスプーンを試して持たせてあげるとまた食べ出すかもしれないので、ぜひ試してみてください。そしてこちら、これめっちゃ可愛いと思って、シリコンエッグモールド、こういった吹き出し型のシリコンの型なんですけど、このままフライパンに置いてこう目玉焼きが作れるそうです。あ、誰か来たね。めっちゃ可愛いですよね。ちょっと息子用にも可愛いかなと思って買ってみました。多分ね新作だと思うんですよね、初めて見ました。あとねやっとありました、味噌ストッカー。ちょうど味噌を丸ごと収納できるこういった収納ケースです。ちょうどいつも食べてる花丸家麹味噌の 750g がぴったり入ります。これって聞きたいんですけど、この上の味噌のプラスチックの
蓋やこちらの蓋は剥がして保存しちゃっていいんですかね。それとも二重で蓋した方がいいのかな。でもそれだったら余計めんどくさいですよね。もうこれも取ってこれも外して直接味噌入れちゃってこの蓋でいいのかな。それだったらすっごい便利。いやきっとそうですよね。きっとそれでいいんですよね。ちょっと洗ってから入れるけどめっちゃ便利かも。それだったらやっぱり。あとはこちら、パンやお菓子の袋を密封するやつなんですけど、こんな感じになってて、こういった感じで挟むタイプになります。いつもはこの IKEA のクリップで口の部分をこのようにパチッと止めてるんですけど、押しながらここに入れて挟むタイプ。どっちの方が便利なんですかね。ちょっと変わってるなと思って購入してみました。こちらは伸びる排水口ブラシリピート品です。ここを押すとこうやって伸びます。こちらキッチンの排水口もお風呂の排水口も、あとお風呂のすごい隅とかもうお掃除しやすいんですよ。この曲がったブラシがものすごくお掃除しやすいんですよ。こちらちょっと商品が新しくなったのかな。このタグも違うんですが、持ち手の部分もこんな感じでおしゃれになってます。こちらの排水口ブラシは使いやすくて黒と3つ購入しました。置いててもインテリアの邪魔にならないので、こちらの排水口ブラシは気に入っています。あとメッシュたわし、油汚れや焦げ付きにって書いてます。こちらも今回初めて購入しました。そしてこちらフリーボックスキューブスマート、こちらがちょうど本を収納するのにいい大きさらしくって、気になって買ってみました。こんな感じで底をつけて、あ、本当だ、ちょうど漫画とか入れるのに良さそう。漫画ないんですよね、うち一冊も漫画はないんですけど、こういった本でもいい感じに入る大きさですね。これいい大きさですね。子どものおもちゃ収納とかにも良さそう。そしてこちらはカード収納ケース2個セット、まあ、こんな感じで2段重なるけどくっついてはないんですね。こんな感じのシンプルなケースなんですけど、ポイントカード入れにもいいんですが、私は名刺入れに使おうかなと思って買いました。いただいた名刺もそうなんですけど、自分の名刺持ち歩く用じゃなくて家に置いてるストック用の自分の名刺入れにちょうどいいかなと思って買ってみました。こういうジャストなサイズのケースって本当便利なんですよね。昔買った年賀状ケースもすっごい重宝してます。そしてこちらが保温冷バッグです。こんな感じの普通のギンガムチェックのファスナー付きの保冷バッグです。ポケットもついてますね。こういう保冷バッグはすごい便利で、週末よくピクニックするのでピクニックする時も使うんですけど、そうじゃなくてもこう毎日息子の飲み物やお菓子とか食べ物をベビーカーに吊り下げて持ち歩くのに、シンプルなこういう保温バッグは便利なんですよね。これに入れてればお水やお茶が漏れても心配ないので本当に重宝してて、で毎日使うから結構この中がすぐボロボロになっちゃうんですよ。なので今使ってるやつもあるんですけど、言ってる間にボロボロになっちゃうと思うので新しく買っておきました。これは基本持ち歩くっていうよりかもベビーカーにかけておくっていう感じですかね。貴重品は入れないでベビーカーにかけて、ベビーカーから離れても大丈夫な感じのものを入れてる感じです。あとこれは普通に冷蔵庫の消臭のやつです。この間冷蔵庫の中身紹介したんですけども、そういえばもうこの匂い取りのやつが切れていたので買いました。あとこちら何だと思いますか。面白いなと思ったんですけど、折り紙ケースです。折り紙ケースってめっちゃ便利じゃないですか。本当折り紙収納しとくの大変なんで、折り紙ケースってすごい便利だなと思って、で折り紙も一つ買ってきました。今回この折り紙買ってきたんですけど、なんか前も可愛い柄の折り紙があって、折り紙ってこう鶴とかそういうのを折るだけじゃなくて
まあ、ここにも書いてますけど、ラッピングやデコレーションなどいろんな使い方ができるし、お手紙とかにも使えたりできるので、可愛い折り紙があったら私買っちゃうんですよね。これもなんか和柄で可愛いなと思って買ったんですけど、うわー気持ちいい、ちょうど入ります。これめっちゃ便利。あとまたシールブックも買ったんですけど、シールブックもちょうど入る。そう、このシールブックは前に、沖縄行く時の機内での持ち込み品で紹介したんですけど、このセリアのシールブックめっちゃいいんですよ。前回買った時はこの乗り物っていうのがなくて買ってなかったんですけど、乗り物のシールブックがあって、もう息子大好きなので絶対喜ぶと思います。こんな感じで表紙と裏にシールがあって、この辺も息子大好きでホイールローダーって言うんですよ。ホイールローダー、ホイール、ホイールって言うんですよ。このホイールを、これホイールなのかな、をこんな風に貼ったりして遊ぶんですけど、これは電車だったりバスだったり移動中すごい使えます。なので普段お家ではこれで遊ばせないで、お出かけ用にいくつか常備してます。常備、うん、はい。あとこちらは電車のプクプクシール、乗り物大好きなんですよね。このプクプクシールはさっきのシールブックに一緒に貼って遊んでもいいですし、普通にこのシールを手とかに貼ったり顔とかに貼ったりして遊んだりとかして、こうそれも道中でこう紛らわせて遊んだりしているので、これも非常に便利で、乗り物のがあったので買ってみました。そしてこちらも可愛いなと思って買ってみました。俺たち猫可愛い。下地が透けて見える薄くて破れにくいフィルム素材のものなんですけど、こんな感じになってて、でこう剥がして、これをこう手帳だったり本の途中だったりとかにこう貼って使えるやつ。この上の部分には粘着がないで、この下だけ粘着があるタイプのシールです。めっちゃ可愛いと思って買ってみました。あとはね、こちらがウォールステッカー、ウォールステッカー100円であるんだと思ってちょっと買ってみました。貼って、まあすぐ剥がせるので100円だったら買ってみようと思って、で息子が最近パンダ好きで、パンダの絵柄見るとこうパンダのポーズ、パンダのポーズって言ったらいいのかな、こう両手を目にやってパンダだってすごい喜ぶんですよ。なのでこれちょっとお部屋に貼ってみてリアクション見たいなと思って、可愛いなと思って買ってみました。他にもいろんな柄のウォールステッカー売ってて、ウォールステッカーってIKEAとかでもちょっと高かったんじゃないかな、どうだったかな、まあ、100円では絶対に売ってないのですごいですよね。あとこちら買いました。お風呂でピタペタ遊んじゃおう、こう、あ、ちゃんと袋になってるんだ、すごいすごい、100円なのにちゃんと吸盤がついてて、これをお風呂に貼り付けてこうやってかけておけるんだ。え、100円なのにすごくないですか。でこちらのものは水に濡らすとこうお風呂の壁にくっつくんだと思います。お風呂の壁にくっつけて遊ぶやつ。お風呂でね、自分の頭とか体とか洗うときちょっとこう遊んどいてほしいので、でずっと同じおもちゃで遊んでるとやっぱり飽きちゃうので、こう新しいものをたまに取り入れて遊ばせてるんですけど、100円でこれ買えるのめっちゃいいですね。結構ね、100均におもちゃいろいろ売っててびっくりしました。便利ですね。そしてこちらも購入しました。シャボンガン、こう鉄砲型になっているシャボン玉です。シャボン玉好きで、こうシャボン玉が飛んでると追いかけたりとかして遊んでるんですけど、私が口でふーって吹いてシャボン玉やってしまうと多分やりたがって、でまだ吸っちゃったりもすると思うので、液が口の中に入っちゃったりする年齢しちゃうと思うので、これだったらまあ対象年齢3歳以上なんですけど、私がこう指でシャボン玉出してあげて真似したとしても、まあ、口に入れて吸うわけではないのでいいかなと思って買ってみました。これも100円、ありがたいですね。
こんな感じで今100均すごく可愛いものが増えていて、行くとついついいろいろ買ってしまいます。本当にね、とってもシンプルで可愛い商品が増えているので、行くだけで楽しいですよね。また皆様のおすすめもあればぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございます。今回関連動画には100均シリーズの再生リストと主婦育児関連の再生リストを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。